こんにちは、アルモです。今日はこの間池袋に友達と遊びに行った時の Vlog を撮ってみました。まあ、大きくやったことはオレイヤの映画を見て、あと SK8 のアニカフェに行くっていう目的があって行こうってなりました。まあもろもろ足りてない部分もあると思うので、たまに写真とかにもなっちゃうと思うんですけど、まあ、雰囲気だけでも感じていただけたらなと思います。オレイヤを見に行くところです。チケットを買ってコーヒーも買って、まあ見に行くところなんですけど、あ、先に言っておきますけど、ネタバレはしませんが、一応感想はちょっと言いたいので、もう一切嫌だよっていう方はちょっとストップいただければと思います。私はまあつづるくんの祭壇も見てもらったかなと思うんで、察しがついてるかもしれませんが、と西山幸太郎さんがちょっと好きなのもあっていきました。もう俺やは時からテレビの時からずっと見てて、あ、やば、動画終わった。まあね、ここで写真を撮ったので、まあ、とりあえずこの写真をちょっと使って、あとちょっとだけ感想をお付き合いください。で、感想なんですけど、映画館っていうかコロナの状況だから声出せない、でも映画館だからかな、なんかどっちも相まって、いやもう本当に面白くて、本当になんかずっと笑ってたんですよ。私はもうなんか後で友達に言われたんですけど、なんかずっと動いてたよって要は声で出せないからもう体で消化してたんですよ、その笑いを。だからずっと揺れてたみたいで周りの方に申し訳なかったんですけど、本当に面白くて、テレビで家で見てたらめっちゃ爆笑できるのに、わっはっはっはって、なのに映画館だからちょっとそれは残念でしたね。でもそれぐらい本当に面白くて、堀江俊くんも本当に面白くて、なんか不思議な方ですよね。で、やっぱご飯も美味しそうだし、宿もいいなって感じだし、過去話も面白いし、まあ、でも本当にテレビと同じ感じだったんですよね。だからテレビで見てたら本当に面白くて爆笑できるのに、すごい楽しかったけど、劇場は。だって当たり前ですけど、西山幸太郎さんも矢口拓也さんも堀江俊くんもみんな笑わせに来るじゃないですか。面白くしようとしてくれるじゃないですか。テレビの頃からずっとそうじゃないですか。あと斉藤相馬さんのツッコミとかもう本当に面白いんですよ。笑ってはいけないオレイヤファン始まってたね。ちょっともう一回ね、喋れるところで見たいですね。また本当に面白かった。ちょっとまだ見れてない方はぜひっていうか、まだやってんのかな。まあいつもの通り西山幸太郎さんは可愛かったですね。可愛かったです。はい、ここからは SK8 のアニカフェに向かっていきます。いや本当楽しみにしてて、本当に楽しみにしてたんだけど、もうこれね、始まって多分1週間以内には行ってんのよ。1週間以内には行ってるんだけど、もうグッズ全部売り切れてて、まあ一応予約はしてきたんですけど、あのスケボーのラバーストが本当に可愛いなと思ったので、あれは予約してきました。とりあえずドリンクだけでもって、雰囲気だけでもって感じで行きました。あのアニカフェ4号店初めて行ったんですけど、あのテイクアウトのみで、本当にテンパります。あそこなんか入って注文して受け取って、あ、狭いから出なきゃってなります。それでもやっぱミニ指用のスケートボード、あのレキがいつも使ってるやつとか、あのヤシの木とかミニチュアバージョンとかが置いてあって、本当に可愛かったです。で、私知らなかったんですけど、なんか他の人の写真とか見たら、スタンドとか使って写真撮ってて、え、それ使ってよかったのって私びっくりしました。いや、本当に、スタンドなんかずらって並んでんのだけ写真撮ってきました。いや、スケート本当にすごいな、人気が。そんな売り切れると思わなかったよ、本当にびっくりしたわ。まあ、とりあえずコースターはレキ君が出ました、やったー。私、まあ推しとか特にないんですけど、レキ君出た、やったー、みたいな。まあ、レキとランガーが好きだよね。また、ラバスト受け取るの楽しみですね。みんなアニカフェ4号店は気をつけてください。みんなゆっくりしていいんだよって言いたいです。リベンジしたいな。でももう行けないかな、さすがに。またやってほしいな、広いとこで。今度は広いとこで今度はお願いします。まとめ1、西山幸太郎さんは可愛かった。2、オレイヤは面白かった。3、レキとランガは可愛かった。4、アニカフェ4号店は狭くてテンパった。5、池袋はとっても混んでいた。以上、アルマでした。